何なんだお前ら。何だとは失礼だ。我々は真の地球人だ。貴様らは我々を地底人と呼ぶそうだな。くっ、すっ、もらった。すっ、どうだ。消えろ。我々は数が増えすぎた。よって地上をいただくことにしたんだ。だが地上人もなかなか多いらしい。このままでは我々の邪魔になる。絶滅してもらうことにした。それにしても驚いたよ。殴っても死なない地上人は初めてだ。それはこっちも同じだ。こんなに手応えのありそうな怪人は久しぶりだ。地底人、我々は地球人だ。一体何者だったんだ、あの地上人は。俺は趣味でヒーローをやってるもんだ。俺は負けない。地上は俺が守る。おざけ、弱小種族が。この緊張感は久しく忘れていた。この戦いの高揚感は。おやおや、息子たちが随分と世話になっているじゃないか。これこそが、この地底王が相手をしてやる。息子たちが随分と世話になっているじゃないか。
存競争だ。地上人には死んでもらう。我は地底王、地上人だ。皆さんが今見ている光景がヒーローと怪人との戦いです。この世界にはしばしば怪人が出没します。怪人たちは人間社会の平和を脅かし、災害とみなされます。それらは危険度に応じていくつかのレベルに分類されます。トラ、不特定多数の生命の危機。鬼、町全体の機能が停止もしくは壊滅の危機。竜、いくつもの町が壊滅する危機。神、人類滅亡の危機。このマントを羽織ったスキンヘッドの男性は、3年ほど前まで就職活動に行き詰まっているどこにでもいるありふれた青年でした。その時怪人の襲撃に出くわし、身を挺して男の子を助けたことで、幼い頃に憧れていたヒーローになる夢を思い出し、趣味でヒーローを始め、ヒーロー協会に所属するプロヒーローになりました。ヒーロー協会は戦闘能力の優れた者を募集し、怪人や災害発生時のヒーローたちの活動を支援する組織です。所属する何百名ものヒーローたちはヒーロー協会の指示のもと、今も各災害現場を奔走し、市民を守るために戦っています。これはヒーローたちの物語です。そして彼の物語でもあります。
待ってください。現場で怪人を発見しました。相手はたった一人。俺たちが協力すれば。行くぞスマイルマン。取れるか？行くぜ！逃がさない！何者だ？準備完了！何者だお前？ほら！こいつでどうだ！この人でやるのか？ほほ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 。
この前のあれさ。合同作戦は難易度別にレベルが。作戦に参加するをクリックして、この画面から作戦に参加するクリックして、チームに加え、チームに空白枠をクリックする。もう一度、もう一度、チーム編成が完了しました。Thank you.